おだ、今のは何だ。ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ、なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ、わかった。ここだ。陈先生，在我客人，是日本人。你不在意，用日本语吧。こちらはアジア街の顔役で、陳さん。桐生一馬さんだね。陳先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ。立花不動産の。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしとはいえ、これでも我々は以前このカムロ町でヤクザ、しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が、女子供含め多くの血が流され、やがて我々は桐生はその頃まだ堂島組にいません。無論承知している。失礼しました。その後力を失った我々は、時代とともに小田さん、そちらの客人は、その人はあの堂島や警察にも。それを言えば俺や社長もと。アジア街は同胞を見捨てることはしない。それなのに立花不動産は突発的なことでやむを得ませんでした。ですがそれでも我は。待ってください。立花不動産からのは、今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。取引は対等なものだった。こちらも金。承知しています。ならこの件について。私の顔に金を。じゃあ他に何が必要です。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長。立花。陳さん、小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私ここに桐生さんをかくまうことはできない。でも小田、もういい。事情はよく。帰る前にお茶を一杯どうだね。いえ。すみません桐生さん、私もあの地。風間のおやつさんも言ってた。何年か前、その時。ああ、俺たちはその頃まだカムロ町にいなかった。いいんだ、また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど西湖ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組も。分かった。空の一坪の方はどうなってる。持ち主を。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら。この寒空に野宿か。かける言葉が今二人でいるのは目立ちます。それに私は準備大したことじゃ。
そっか。ええ、それではまた。なんとか堂島組に。分かってる。よう、あんた。うん？忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立ち場。ああ、そうそう、思い出してくる。家がなくなってな、あんた。なんだそれ。ああ、それで今夜一晩。いいよ、そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。チッ、バカ言ってんじゃん。俺のねぐらを、そうだな、一泊うず。はあ、なんてな、冗談だよ。すまねえな。いいってことよ。なんだよ、てめえらどっか行け。なんだ。おい、あんた起きろ。
奴らだ。堂島組？堂島？何言ってる？こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ？そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね？ここにいんだから同罪だよ、同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの？やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああやってくれたよ。これ大怪我だよな。一車両一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうです、僕らガキの未成年です。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ、ぶっ殺せ。だね、そろそろ本気でやっちゃう。いっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさ。済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ、悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ謝る相手を間違っている。これ、君んだろ。さっき、これでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり、君んだよな。やめろ、やめろよバカ野郎。しもうみんな寝てるんだ、声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういや、ま、俺は桐生。桐生さん。そうか、やっぱり。安心してくれ、ここにはもうあんたを売るような人間はいない。
よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる客。いや、橘不動産の人間って言ってる。そうか、すまん。公園の出口に車止めてる。キリュウ君。オダ、あんたが迎えの人間か。まあね。昨夜はゆっくり寝られたか。いや、いい宿が見つかったんでな。それ社長、あるところ。実はお前もよく知ってる場所だけど、もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか。ああ、よし。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか。いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ。今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ。言わなくてもお前にはそろそろわかる。ここはまさか。やっとわかったか。東条会本部。何の真似だ。おだ、社長は今東条会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東条会は橘不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。橘もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ桐生君。
桐生さん。ああ、ご存知でしょうが、東城会二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前が桐生か。なるほど、その目つき風間の若い頃を思い出すな。適当に座っていいぞ。いえ、俺はここで。まあいい、そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東城会さんの神室町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる、それを許しているからこそ神室町は発展してきた。ただ東城会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東城会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ。二代目だ、言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東城会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは、私は空の一粒を手に入れるのに。空の一粒か。なるほど、堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。だけど当然その上がりは本家にも入る。俺に。話は変わりますが、堂島組は東城会で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分では。そして東城会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東城会の三代目になる可能。それがどうした。このまま堂島組が空の一粒を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。東城会に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら。何？立花。新原さん、堂島にか一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東城会は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東城会本家にも。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりません。てめえ口の利き方を知らねえようだな。お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。
5億あります。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億?これは前金です。堂島組の動きが止まりましたら、さらに5億。加えて今後、神室町でのうちの上がりの3割を東条会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな。そこまでの価値があるのか。その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が空の一壺を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう新原さん、あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では、堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよくわかっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ、桐生一馬は今から東条会本家の預かりとする。手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか。いえ、詳しくは。一言で言いや、一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。正しく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東条会の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。織田、橘を頼む。
ったよ。Yeah!
キリュウさん、ご…ああ、そっちも大丈夫そうだ。ええ、やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。